韓国と北朝鮮は12日に北朝鮮会場の南北共同連絡事務所で道路連結に向けた第二次会議を開催する。韓国をサム一部の理由深副報道官は9日の定例会見で第二次会議では東海線道路の現地共同調査の日程を含め様々な議題を話しし合うと明らかにした。 李氏は現地共同調査などと関連し、米国側、そして UN 司令部とも緊密に協議を進めていくと付け加えた。政府は、南北が合意した事項を忠実に履行していく次元で、南北の道路連結及び現代化に向けた調査を協議する予定だと伝えた。